数学において二つの関数が点 P において、形次の接触をなすとは、P において、それらの値及び形解までの同関数の値が一致するときに言う。これは、同値関係をなし、その同値類は一般に、ジェットと呼ばれる。点における工事の接触は、曲線などの幾何学的対象についても定義される。この場合には、接触は接吻とも呼ばれ、 接するという性質を一般化するものである。曲線とその上の点が与えられたとき、ある固定した曲線属に属する接触曲線とは、その曲線上の点において、曲線属の中で可能な最も工事の接触を持つ曲線を言う。例えば接線は、直線属に属する接触曲線として、与えられた曲線と一時の接触を持つものである。 また例えば曲線の接触円は、円続の中で与えられた曲線と二次の接触をなすものを言う。他も同様。接触形式は、奇数次元多様体上で定義される、特定の一時微分形式を言う。接触変換は座標変換と関係し、古典力学において重要である。多様体同士の接触はしばしば特異点論において、研究され、 そこでの接触の分類として A 系列に加えて球面と工事の接触を持つことによって定義されるへそ点を含む D 系列がある。曲線と円との一次の接触曲線と円との二次の接触曲線と円との曲線の頂点における三次の接触二つの平面曲線が点 P において交わるとき、滑らかな平面曲線 S 上の各点 S に対して、 ちょうど一つの接触円が存在する。極律が例の点では、接触円は直線となる。各点における接触円の中心の軌跡は、その曲線の縮み平線である。極律の微分カッパが例ならば、接触円は三次の接触をなし、曲線はその点において頂点を持つという。この時、縮み平線は接触円の中心において線点を持つ。 またこの時の曲率の2回微分の符号が、その曲線の曲率が極小となるか極大となるかを決定する。任意の平曲線が少なくとも4つの頂点を持ち、そのうち2つは最大点、2つは最小点である。一般に1つの曲線が任意の円と四次の接触を持つことはない。しかし、曲線の一係数族との四次の接触が生成的に生じ、 それは二つの頂点を例化する。そのような点において、極立の二回微分は例である。ありがとうございます。